ロチンマンの異名があります北田。そしてこちらは津田、グローブを合わせました。さあ試合がスタートです。ちなみに北田選手はベンチプレス125キロなんです。ああそうですか、はい、あんまり格闘技に役立ってるとは思えないんですけど、しかしまあそういう力を持ってるのは一つの武器ですよね。努力家ですよね、はい、あの今のこのスタンドを見る限りなんですけど、はい、あの津田選手の方がプレッシャーをかけてるんですよね、なんで展開としては津田選手グラップラーなんですけど、今回打撃でいきたいのかなと。はい、タックル、片足、これが切れるか切れないかの攻防。倒した倒した、まずはテイクダウン、うまくすくいました。さすが北田、 国際武道大学柔道部ですからね。はい、すぐにフットガード、足を使います。津田、これは北田としては内にとって距離を空けたいですよね。できたらハーフガードまで持ち込みたい、はい、でも右手がオーバーフックなんでこれだと強いパンチは打てないですね。お、持ち上げました。自分のコーナー持ってきましたね。あのコーナー持ってったじゃないですか、はい、でもディープのルールだとコーナー持ってきて外の頭出ちゃうとブレイクなんですよ、はい、で北田選手はグラップラーなんですよ、あんまり得策じゃないんですよね。なるほど、でこうやってあんまり切りすぎると佐伯さんに怒られちゃうんであんまりこれ以上は言わないんですけど、はいはい、時々怒られることあるんですね。よくあります、これだとブレイクかかっちゃう。さ、外出しちゃダメなんですよ。もう一回持ち上げるか、下からしっかりとクロスしています津田です。これはコーナーにおっしゃっててパウンドが来たんじゃないですかね。でもブレーク、あの下入っちゃう、頭ブレークになっちゃいますし、下から首を抱えています津田です。津田選手のこのクローズガードは良くないですね。良くないですか、はい、何とかしてスクランブルにして立ってほしいですよね。これだと北田のゲームになっちゃうんですよ。なんとかスペースを作って立ち上がりたい、下から蹴り上げ、これがあります。あ、そうですね、その足を折りたたんでパウンドを打っていきます。北田選手はやっぱ努力型ファイターなのでこう努力策いきたいですよね、はい、ここ削って削って、津田選手はそれをやらせたくないですよね。できそうですね。さあ強いパウンド、中腰の体勢から打ちます。友子さん、かなり強いパンチ打ててるんじゃないですか。友子さん、はい、ボディ、北田のボディいいっすよ、はい、これですね。あの顔かボディかが特に分かんないんで、グランドの場合これいいっすね。打ち分けています。北田がパウンドを打ち分けます。パウンドボディ、パウンドボディ、またフットガード、立ち上がりました。これうまかった。北田がすぐに距離を使って立ち上がります。スタンド勝負、サウスポーに構えています津田。コーナーを背にしている北田、行きたい行きたい行きたい、津田選手はこれで逆に勝負、はい、プレッシャーかけます。やや前傾姿勢の津田、ローキック、津田選手チャンス、津田選手プレッシャーかけるというのがチャンスですよね。パンチを読んで、そして組みついていく、バックに回る津田、ギロチンか、ギロチンか、いやこれだとかかんない、足を掴んでいます。ロープを掴んでいる、ロープを掴んでいる津田、すぐに立ち上がります。目下ろし右左、あ今しました、右が入った、さあどうだ、しかしこれまだ大丈夫か、まだ大丈夫か、右左とフック入りました。ここは落ち着いてリカバーしてほしいですね。はい、やはり熊川さん、あの鼻抜きは要注意ですね、はい、まあ、ほとんどフラッシュだったと思うんですけど、危ないですね、はい、まとめられたくないですね。そうですね、手首を握っています北田、足を使う、先ほどと逆の展開になりました。あ、マウントか、マウントか、津田がここでマウントか、いやバックに回る、バックからバックチョーク、バックチョーク、これが打っちゃいますよ。バックチョークを狙いに行きます。巻き手は下になっています。あ、これ取れる、ここから側頭部パンチをまず打っていく。これ青木さん、津田の足はどうなんですか。はい、足は OK です。 OK ですか、これで足も形作ってチョークいったら取れます。取れますか、はい、足を太ももの内側にこじれていきました。これはもう首絞めちゃった方がいいと思います。残り30秒取れると思います。さあここから首を取りに行くか、あしかし向き合うか、北田も動きます。北田も動く、足を引っ張るか、下からの蹴り上げ、かかとが飛んでくる、危ない、あーかかとが飛んでくる、距離を潰してパンチを打ちます。残り時間がほとんどありません。第1ラウンド、
これが詰まった状態、もうこのままゴングでしょうか。第1ラウンド今終了です。第1ラウンドが終了しました。ファイナルラウンド、さあファイナルラウンド、目まぐるしい展開の第1ラウンドでありました。またサウスポーに構える津田、あ効いた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 か、あ取った、そして得意のギロチン、得意のギロチン、ちょっと浅い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 、ここで切り札、アウトでは抜けました。そして津田が上になっています。津田が上になった状態から、さあパウンドを打ってくるのか、首を抱えています北田。得意のギロチンは抜けました。はい、内も締まってきましたね。足止めせず、ヒールホールド、さあどうだ。これは外なんでちょっと決まりづらいかなと思いますね。ヒールホールド、外ヒール、はい、内だったらあの深いんで決まっちゃうと思うんですけど、逆に北田はこれ固執せずに上取り返したんです、ね、はいはい、さあ起き上がるか、起き上がるところすぐに津田がバックに回った、バックを取ってすごいですよ、ね、バックチョーカー、目まぐるしく攻防が入れ替わりますね、はい、のさあそして北田も取った、北田も立ち上がります、まだ来ません、ギロチン、ここでギロチン、切り札ギロチン、さあどうだ、さあどうだ、ギロチンは抜けるか、抜けるか、もう一回行く、さあどうだ、アキさんこれどうですか、入ってる入ってる、さあさあどうだどうだどうだ、これは日本取ったギロチンマン、いやー奥さん見事でした、立派、足払いからのギロチン、しかも1回外れてもう1回来ましたね、そうですね。